カヤコオロギはバッタメコオロギかマツムシアカの昆虫。ススキやチガヤに住むコオロギの一種。体長10から12ミルメートルほど。細長い体型で白っぽい褐色をしている。濃い褐色の線を頭部から前肢に走らせる。羽は体下肢全胸とほぼ同じ長さの前肢を持つのみである。オスも発音機をかき、鳴かない。 メスは微単に体調とほぼ同じ長さの産卵管を持つ。6月頃孵化し、8月頃羽化する。主に日当たりの良い草原に生息。千ヶ谷が優先し所々、ススキが生えるような場所にいる。このような場所が隣接する林園の笹などの上にいる、こともある。稲荷の植物を主食とし、産卵も食草に行う。葉の真ん中を筋状に食う、面白い食根を残す。 求愛行動については、謎が多く、おそらく、フェロモンと振動ディスプレイによって、お互いを認識しているものと思われる。メスは、イネ科植物の幼賞にかじりコーンをつけ、そこから、産卵管を差し込み産卵する。同じような環境を好む松シに比べより、イネ科に依存する傾向が強く、ほとんどイネ科しか食べない。また、繁殖力、適応力、移動力も松シより乏しく、 環境の破壊に弱い、カヤコおロぎ、ありがとうございます。